波はこんな感じで、どうだろう、胸肩ありますね。いい波来てます。ただ人が半端ないのと、ちょっと潮が多いかな。もう人もこんな感じで、もうすごいですね。ブルマン車です。はい、混雑した混雑したポイントでね、今アウトにやっと出ました。ここから1本乗るまでちょっとノーカットで撮ってみたいと思います。こんだけ多いとプロはね、パドル力があるのでアウトに行きがちなんですよね。そうすると手前に割れる波が見えないということで、ちょっと手前で行きましょうって言ったけど、やはりアウト行っちゃって、まあもっとアウトもいますけどね。これあれ、あ、もういきなり1本乗りましたよ。もう1本取りましょうか。今の何もしてませんから。この人ですよ。確かにね、ちょっと手前にいるとこんだけの人がおると絶対乗ってくるんですよ。そうするともういつまでたっても乗れないからアウト行きたくなっちゃう。僕なんかもうもろそうで一番アウト行っちゃって全然乗れない。1時間に1本もうそういう状態になっちゃうんですけど、プロはこういう場合ね、どうやってこの波を取るのか。若干手前で乗らなかった、割れなかったのを乗るっていうのをしてほしいんですけど、これだけおると誰か乗っちゃうんですよね。ということはやっぱり奥行っちゃう。でプロだったら奥からパドルが強いし、オーラ出してパドルすればね、周りがこがないって乗りやすくなるんですけど、そうすると試合でよくやる手前で割れる波が見えないっていうことで、どういう感じで乗るのかっていう話でね、それをねちょっとね見てほしいですね。ここで寝っ転がって分かりにくいですね、人多すぎて。あ、座りましたね。これもね、右にも左にももう満タンですよ。これで波来たらどうパドルするのか。多くの波を見て動く。これね、久々のブルマン車で、車もねもう止めるとこはない。最初に撮影したんですけど、オリンピック会場なんかもう駐車場の手前まで車来てましたね。こうね、手前の波でもこうやってインサイドまで乗れるいい波あるんですよね。それをどう乗るか。セットが来てます。これアウトが割れない。あ、でもこぐかな。割れないか。種子島より千葉の方が暑いですね、今日は。ということは、まあ今日は種子島めっちゃ暑いかもしれませんけど、ただ種子島にいたね時期はもうずっと寒かったですね。雨も降るし風も強くて、僕なんか短パンと T シャツばかり持ってたんですけど、着る暇なかったです。今日はもう短パン T シャツ日和ですよ。これはね、何人いるだろう。24ローハ12、4ローハ12、4ローハ12、50人ぐらい。数えれないですね、ワンポイントに。でこう波はね来てんですけど、潮が多いのかね、綺麗にバンバン割れる感じではないので、やっぱり、あ、これ手前で割れますよね。あ、行きました。手前の波乗りましたよ。これいいんじゃないですか。おお、ヒットでもう一発、あれスリーターン。ここれは良かったですね。アウトにいたように見えたんですけど、みんなが乗れないと思う波こいで、ちょっとミドルセットみたいな感じでね、いい波乗りましたね。しかもこれインサイドまでね走れる波で良かったんじゃないですか。これは良かったですね。あんな感じでね、アウトにいても波をかけてちょっと手前まで来て乗るっていう感じで良かったと思いますね。ファーストターンもねしっかり取れてたし、アクションできてたんじゃないでしょうかね。はい、行きました。おー、ここでおっとターン、あー良かったですね今の。あー、早いかな。これもう人がすごすぎて分かんなくなっちゃってます。ここかな、こう多分ここだ。立てなかった。これはねもう人降りすぎて全く乗れない、こんな感じですよ。すごいなこれ。1つに30人以上いるかな。波がね悪くなってきちゃってますね。しかもちょっと霞んでるし、ターンして、はい、来ました。あー、人、うわーすごい。はい、来ました。なかなか乗れなくなっちゃった。あー、軽いな波が。我慢しろ、張ってくるとこまで。ダメだ、波が難しい今。はい、来ましたよ。これファーストヒットして張ってこい。はい、来ました。サイドに乗りました。はい、行きました。おお、ここでおっとターン。ああ、良かったですね今の。